3.5 キロ契約、大崎和樹 VS ハビエル・セシーリオ。それではただいまより本日の第10試合、 53.5 キロ契約、3分3ラウンド延長1ラウンドを行います。青コーナー、160センチ、 52.75 キログラム、エリートジム所属、ハビエル・セシーリオ。ライズのリングで闘牛のように暴れ回るか、ハビエル・セシーリオ。赤コーナー、160センチ、 53.45 キログラム、大石ジム所属、第2代ライズスーパーフライ級王者、大崎和樹。連勝街道まっしぐら、世界のベルトに通じる道はただひたすら邁進するのみ、大崎和樹です。今日の第10試合です。スーパーファイト 53.5kg 契約、3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦。この放送の解説は第2代ライズクイーン、ライズガールズパワーアンバサダー、上村えりかさん、そして初代ライズミニフライ級女王、去年引退されました寺山ひなたさん、俳優として活躍されています大原優乃さんをゲストにお迎えしてお送りします。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ大崎和樹、17連勝なるかというその一戦です。まずはこのハビエル・セシーリオ、どのような選手かというのはあまり情報がない中で、セシーリオ選手でも小柄なんですけど、はい、でもやっぱりあのヨーロッパの選手すごい力強いなという感じがしますね。で上下の内訳もう結構ノーモーションでスピードがあるので、はい、結構最初ハーフ面食らうかなと思いますね、はい、うん、ただしっかりあの大崎の得意のボディに対しても返してきましたね今ね。そうですね、はい、身長は両選手ともに同じ、プロフィール上は160センチなんですが、まあ、大きさ体格でいうとハビエル選手の方が少し小さく見えます。うん、おトリッキーですね。飛び蹴りを見せてきました。うん、これカーフ、はい、前足のカーフです。寺山さん、もう早速かなり近い距離での打ち合いになっていますが、そうですね、どのあたり注目していきましょうか。いや、大崎選手のファイトスタイルすごく好きで、はい、まあ、しっかりあの攻撃を見てガードしながらあの打ち返して、もう目が大崎選手もいいので、はい、なんかその相手の隙を見てバンタボディとか合わせて倒す姿を見たいなって思ってるんですけど、結構ハビエル選手、先ほどエリカさんがおっしゃったように結構飛び蹴りとかあのトリッキーに動いてて、はい、なんか最初あのペースつかみづらそうな感じしますね。あ、でももう、そうですね、ね、ラテンのノリというかスペインの雰囲気というかね。かでももうちょっと効いてますねこれね、選手のペースとなってますよね、はい、これカーブ効いてますよね上村さん。そうですね、セシーリオ選手せっかくのいいもの持ってるので、はい、まあ、まずあのカーブの対処をしっかりするところに集中した方がいいのかなというふうに思いますけど、打ち合いもでもいいですね。そうですね、ただ完全に嫌がっているのか、一回サウスポースタイルのようにもスイッチにも見えましたが、まあ、カーフとあとボディも嫌がってて、なあこのボディだ、ブロッキングかなり肘でしてますね。あ、そして膝、いやこれはさすがの王者大崎選手、あの攻撃をこうガードで受けているときにちょっとあの踏ん張るというか、あの返しを意識しているのか、あのちょっと踏ん張って思いっきり返すみたいなのがあるので、それぞれで、まあ、おお、これはダメか、フックでー、立つことができない、わー、意識を完全に立った、喋ってるのもなかったですね、立つこともできないような、いやこれは強い、およそ4年間負けなし、そして大崎和樹、これで実に17連勝。
すごいですね。やっぱりあの大崎選手2021年にあの新生選手に勝ってからあの怪我でトーナメント欠場してしまって、でそこからやっぱり選手としてのその前進っていうのが止まってしまっているような状態だったと思うんですね。なのでこれからどんどんその45キロの54キロのトーナメントだったりとか、まあその世界戦に向けてどんどん選手として進んでいけるのがすごく楽しみだなというふうに思います。大原さん、はい、ごめんなさい、話振る舞いに終わっちゃったんですけど、いや早かったですね。17連勝、はい、今の音、はい、全部含めてもう感想思いっきりどうぞ。あのキックの音が重すぎて迫力がすごかったです。あれですね、神原さん、だから、はい、あのカーフも相当効いてましたもんね。いやもう本当に一気に流れというか変わってきましたもんね。そしてあとはもう大崎がフックで終わらせるだけっていう感じになりました。ただあのセシーリオ選手が弱かったというわけでは全くなくて、はい、まあ、そのセシーリオ選手を上回る、何倍も上回るような大崎選手の強さが、まあ、今回も見れた試合になりましたね。ちょっと寺山さん、これ、はい、圧倒という言葉では足りないぐらいの、もう なんて言えばいいんだろう、なんかあのもうちょっとあのファンからしたらもうちょっと大崎選手 の技術とか攻防を見たかった気持ちもありますけど、はいはいはい、やっぱそれだけこんな早く倒せるのはそれも大崎選手の技術と強さなので、1ラウンド KO となりました。いいもの見せてもらったというか、ちょっと上からになっちゃいましたけど、はい、よかったです。こんばんは、大崎ジムの大崎和樹です。今日はたくさんの応援ありがとうございました。相手のハビエル選手は無敗の選手で全然気が抜けない相手で、本当にパンチとかもねすごく重くて強かったです。対戦していただきありがとうございました。今回1ラウンドで KO できて、ダメージも全然ないんで、すぐにでも伊藤代表世界戦お願いします。まだまだこれから勝ち続けていくんで、皆さん楽しみに応援をよろしくお願いします。今日はありがとうございました。まあ今日の勝ち方であれば文句なく今の言葉がよどみなく出てくるでしょうね、上村さんね。いや本当ですよね、はい、そのトーナメント出場もちょっと個人的には見たいなと思っちゃうんですけど、はい、そうですよね、まあ、大崎選手が世界戦やりたいということなので、ぜひやってもらいたいです。ちょっとね今後どうなるかわからないんですが、はい、一応54キロの7月にトーナメントが世界トーナメントがこれ予定されていて、そこにたまる時などもおそらく出るでしょう。そこに出るのか、はい、もしくは53キロのこのライズのベルトを新しく設定してそれを大崎が取りに行くのかっていうことになりそうですね。もうどっちも出たらいいよないです本当に素晴らしい試合でした、はい、スペインのハビエル・セシーリオ、これを圧倒する形で1ラウンド KO 勝ちを大崎和樹が収めています。